なんじゃこれと思う方もたくさんいると思いますけれども、私たちの住んでいます埼玉県朝霞市の市民祭り彩花祭でカンハッシュよさこいフェスタというよさこいのイベントがあります。21年前からね開催しておりますけれども、そこの朝霞の総踊り曲集まれ踊り人という曲になります。この曲でね、私たちの朝霞市はですね、実は50チームぐらいありまして、総勢何千人でしょうかね、踊り子がいるんですけども、この曲で一体となってねお祭りを盛り上げているという形になっております。なかなか息が整わないのでいっぱい喋るということと、プログラム見ていただければ分かりますが、先ほどグランドさんが乗って次またグランドさんなんですよ。なので10分間何とかせえとブーさんから言われまして、今日はね伸び伸び伸びと何とかしようかなと思っております。それでは、続きまして2014年、今年のね曲、題材が縁と言います。じゃあここだけの話を一つ、今年から縁という題材でスタートしましたけども、あと4年、全部で5年間縁という曲、漢字を全て変えてですね、5つの縁、ご縁を、これから5年間かけてね演舞していきたいなと思っておりますので、どちらかのお祭りでお会いした時はですね、ずっと縁なのでなんかねいろいろと応援していただければと思います。そして今年の曲3部構成になっておりまして、皆様にこれからちょっとお願いがあります。2部3部の間にですね手拍子をいただきながら皆さん協力していただきたいと思ってます。手拍子のやり方は、3本締めのリズムになります。チャチャチャン、チャチャチャン、チャチャチャン、チャンです。それを4回繰り返していただくときにですね、実は私たちの演舞をしたいという、他のチームのメンバーさんが登場してくれます。そしてコラボしていただきまして、世代にこのね、オンステージを盛り上げたいと思っておりますので、それではお客様一度練習させていただきたい。1ヶ月ですからね、よろしくお願いします。いきます、せーの、はいはい、あ、もういいですね、長いですね、4回やるんで、4回で、でこの後もうずっと叩きっぱしても遊んでください、皆さんで。それでは、演舞の準備したいなと思います。横でね多分待機してくれてるなと思うんですけども、誰が出てくるか楽しみにしていただきたいなと思います。それでは改めましてご清聴よろしくお願いいたします。